私たちがシンガポールで撮影してきました撮り下ろしのインタビューを含む1時間のドキュメンタリーが完成いたしました。イエーイ。私たちの記念すべき初の東京ドームからアジア初公演の C3 アファの裏側までに密着しています。今日は皆さんより少しお先にダイジェスト映像が届いたそうなので、それを見てシンガポールを振り返りたいと思います。イエーイ。イエーイ。東京ドームどうなったんですか？泣いてる。泣いてる。素晴らしい2日間をみんなで過ごせて、すごい楽しかったし、本当にいいこの夏のツアーの締めくくりができたなと思います。綺麗ですね。プライベートだね。なかなかこういう映像もないし、ないよね。いつ撮ってたんだろう。すごい撮ってたし。緊張した。緊張した。すごかったね。すごかった。でもなんか本当シンガポール、なんか海を越えた国のなんかこととはなんか思えないぐらい、なんかすごい、ね、なんかすごいかった。わかんない。不思議な感じだったよね。すごい威力。自分たちの話じゃないみたいな感じがする。海外でこうやってライブやって、お客さんバーって並んでてみたいなのはなんか他人事のような気がしちゃうっていうか。確かに。自分たちやったのにまだなんか。本当にやったっけって思うぐらい、なんかなんだろう、まだ実感がないのかな。ないね。でも街可愛かったね。ね、確かに思い出した。すごいめっちゃ可愛かったし、街も綺麗だったし、ね、綺麗だったよ。また行きたいな。楽しかった。お二人はどうですか？なんだろう、でも人がすごい優しかった印象があって、なんかそれは全然こう。みんなで普通にご飯に行った店員さんが優しかったりとかもあったし、ファンの人もすごく優しかったし、また行きたいってやっぱ思えるのはすごいシンガポール素敵だなって。シンガポールのもさ、あれサイリウムって売ってるんだね。確かにあるのかな。そういうのかな。アジアのフェスだったから。あ、そっか、そっか。でもなんかこうなんだろう、シンガポールの方もなかなかこう私たちと会えないというか、乃木坂も初めてのアジア公演だったから、なんかもっとこう海外に行ってライブをして身近な存在になりたいなと思ったし、多分一生懸命こうネットとかで調べてくださって、サイリウムのカラー知っててくれたりとか、タオルをあげたりとか、なんかそういうことがやっぱ嬉しくて実感したので、もっと私たちがこう身近に行けたらいいなっていうのは思いました。
公式ウェイボー、フェイスブックでお知らせしたいと思いますので、皆さんぜひフォローよろしくお願いします。乃木坂46 Meets Asia シンガポールバージョン、お楽しみに。